肉は？お肉大好き。お肉のハッシュです。どうもワッキー TV のワッキーです。はい。というわけでね、ワッキー TV のワッキーさん、今回もゲストに来ていただきましたけども、はい、人形町ではしご飯をしてまして、前の動画で100日ハンバーガー生活のスタートとなるハンバーガーいただいて、はい、そして今2軒目にやってきたのはこちら、ほうみ亭っていうね、うん、歴史ある洋食屋さん、はい、実際創業昭和8年。ほう！だから約90年弱歴史を持つ、ね、しかもこの個室、いやここちょっとやばいですよ、はい、すごいですね、本当。そうです、雰囲気が。ランチ時はこの個室ね、無料開放してるみたいで、たまたまこの部屋ね、空いてたみたいで、すごいっすよね。もう食べ散らかし放題じゃなくて、ね、取り放題だし最近あの移転もして綺麗になって、そんな洋食屋さんでちょっとワッキーさんとのデートを楽しみたいなと思います肘市場編ではね、はい、7月7日七夕に撮ったから ね、はい、そうね、あの織姫と彦星バージョンでしたよね、はい、ありましたね、はい、今日は普通のデートですあ、注文よろしいですか洋食弁当とポークソテー、クルバエビマカロニグラタンでお願いします。かしこまりました。いや、そうなんですよ、洋食弁当実はここも食べてみたくて、弁当っていう名前なんですけど、はい、ちょっとお重のような箱に、うん、なんとメニュー表によるとね、ビーフシチュー、ミニハンバーグ、エビフライ、カニクリームコロッケ、白身魚のフライ、スープが入った洋食のオールスターじゃないですか。オールスター揃っちゃいましたよいや、ね、贅沢な弁当ですよこれは。僕ばっかりね、なんかいいもの食べるっていうのはなんかゲストに申し訳ないので、はい今回はこの洋食弁当をね、ワッキーさんにプレゼントして、か僕はポークソテー、豚らしくポークソテーいただこうかなと思ってます。しっかりその美味しさを伝えてあげてください。いやいや、荷が重いなぁ。はい、すみません。おはようございます。おっきいね、豚肉のソテーが。うわぁ。はい、美味しそうだな。グラタン、お待たせいたしました。はい、ありがとうございます。いたします。いや、あの、ちょっと、まだ洋食弁当開けてないですけど、ちょっと今のところ、このエビグラタンの破壊力、これは美味しそう。もうやばいやつ。やば。グラタン好きにはたまんないですね。大ぶりなエビ3本に、周りマッシュルームでね。あー、いいなぁ。その、なんか、うな重みたいな、その洋食弁当。実際どんなものか、ワキさん、はい、カメラの前でオープンしてもらって。あ、いいですか、はい、そんな僕、大役を。見えるようにね、ちょっとしとかないと。そうです、オープンする役がワキさんで、はい、食べる役が僕。僕、何しに来たんですか開ける。開けるために、人形町に来たんですか。そうです。よろしいですか。じゃあこれ王子ですもんね。まず下は 何なんですか。まず下がおお、白いご飯ね。で、一回閉じますね。まさか上も白いご飯なわけないでしょこの雰囲気でそれじゃあ行きますよ。オープンです。じゃじゃーん。うわなんじゃこりゃ。すごい、夢が詰まってる。あ、香りがすごい。デミグラスソースの香りがマスク貫通してきますよこれ。うわうわ、すっごいな。これエビフライの周りをチャーシューで包んでるというか、肉巻きエビフライ、洋服みたいに着てます、エビフライが。なんて贅沢な。いただきます。いやこれね、これ迷いますね。うんうん、どれからいけばいいのかなって。ちょっと、じゃあおそらくなんですけど、一番力入れてそうなの これなんじゃないかな。そうですね、ビーフシチューの、はい、うわ結構塊、ちょっとうわすごいなこれ、かなり塊じゃないですか。箸、あ、まさかの箸でさっくり。うわうわ、この繊維これはすごいですね。からのそれを、いただき、おおおおお、これ弁当に入れちゃダメなやつですね確かに歯の力が全然いらないですよ。下の圧だけでお肉がほぐれちゃって、シチューのコクがすごい上品ですね。一緒にね、白米、これがもうずっと90年近く愛されている老舗のビーフシチュー、で、このミニハンバーグを、はいはい、これをバウンドさせて、炙り、お、ちょっと待って、肉汁がすごいな。わかりますか、これ。本
しかも結構粗挽きですか？粗挽きです、はい、うわこれもまたこう、うわうおもうやめて、ワッキーさんもうもうやばい、もういつものですね、このワッキーさんの美味しそうな姿見ながら僕も吐くうん、難しいでしょいやいや、これめちゃくちゃうまいっすね、うん、僕も今ね、ビーフシチューハンバーグ食べてる気になってそう、僕もね、ちょっと冷めないうちにね、いただきますよ、うん、今ね、ちょっと表面乾いてきてたからこう、一回ね、ひっくり返します。そしてこのソースをね、たっぷり拭わせた上で、うわキラ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 ってね、さすがですね。いやいやいや、もう本当に食いしん坊の発想ですね。いやいや、おサクッと切ってね、うん、うわぁみっちりって感じですね。どうぞ。いいっすね、切り応えも。これもえい、このソースですね、やっぱ洋食屋さんはたっぷりつけて、じゃこのままいただきます。おお、うん、お肉自体はもちろんですけど、ソースがめちゃめちゃ美味しい。おお、うん、中身すごいですよ。あ、そうですか。はい、この味の重厚感を感じる。おこの赤ワインベースなのかもしれないですけど、はいはい、すごいコクと香りが素晴らしいですね、うん、お肉もね、すごい肉肉しくて、噛めば噛むほど美味しくなるし、うわ、美味しそうだな。ちょっとじゃあ僕も美味しそうなんでうん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 、じゃあね、お互い向き合ってると本当、まあ本当にすいません、なんかこれ使いました、大丈夫ですか私ちょっと邪魔かなって今思いながら撮ってましたでも良かったですね、ここあの保湿の場所ですから。うん、ね、わんぱくなことしちゃっていいですか。おここで、おい、うわオンザライス、それは反則だ。このソース美味しいじゃない、このリッチなテイストのソース。ーこれはこう流しかけてっちゃう。もう一声、おいでうわすごい、うわこれお肉もだけちょっとこのソースご飯食べたいな。あ、そうですね、それもね、ソースしみしみご飯これおかずそうっすよ、くださいそれバターも結構効いてるので、おバターライスっぽくなりますね。ワッキーさん、他の具材どうですか？はい、すごくないですか、ほら、あ、肉で巻かれたエビフライ。しかもこれエビフライのこう下にタルタルが隠れてました、タルタル隠れてる、タルタルソースが。本当だ、せっかくですから、そうですね、もうこれ一緒にもう巻かれてましたから、肉とエビフライ一緒に、うん、ちょっと贅沢にちょっと、はい、うん、うん、うん、わんぱく、こんなお弁当食べてたらちょっと現実に戻るのが大変なんですけど確かにね、あ、エビプリプリだし衣もすごい、うん、時間ちょっと経ってるんですけど、うん、サクサク感が損なわれてなく、うん、でちょっとこれ贅沢なんですけど、うん、この鶏皿にちょっと置きまして、ちょっとカニクリームコロッケ、ちょっと断面を見たいんですよね、うん、あ、ちょっと待った、もうこれカニの身の繊維が見えますね。うわ、うーん、あー、これ結構カニがふんだんに入ってますね。でちょっとこれタルタルをこうつけまして、うん、カニクリームコロッケタルタルでしょ。ほらほら、うわ、うん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 僕が食べてるのを見て食べても完食じゃないですか。もうさ、もう工程全部完食しちゃいました、ね、これ美味しそうだよね。スプーン入れていきます。おお、うわー、ビヨーンって伸びちゃった。
本格的な洋食屋さんのマカロニグラタンいいですよ。マカロニもたっぷり入ってる。ボリューミーですね。すごい。パスタのような感じのですけど。そうですね。へえ。おおおお。ブリンブリンじゃないですかこのエビ。うわすごい。チーズも香ばしくて。フルマエビ美味しいですね。美味しいですね。マカロニがもうパスタみたいな。うん。昔ながらのって感じですね。そうですね。うん。でなんかホッとしますね。もう、うん、来ちゃいましたな。うわー。まさかじゃないですか。念願のね、カニクリームコロッケ。うわー。いや、橋さんって本当わんぱくな方だったんですね。いやいや。だって僕が食べて、うん、上上って言ったやつを本当頼んじゃうっていう単品で。しかも散々食べてますけどね。割っていきますよ。うわ、音が。ほら、中がとろーんとして、うわー、確かにこのカニの身がね、ところどころに見えて、これね、カニの赤いところも見えるでしょ。崩れそうなぐらい、なんかふわふわ。いただきます。おお、一口で身も心も溶けていく。うん、なんか重たくなく、サクッと軽やかに揚げていて、そのサクゴロモの中にもうトロトロ濃厚なカニクリームたっぷり、舌と容易にこう絡み合っていく。いや、これよ、これは絶対間違いないな、これ。ほら、タルタル、おいで。うん、うん、こりゃデブリシャース。おー、出た。出ましたね、プライベートデブリシャース言わないですから ね、本当に言わざるを得ない。美味しいですね。卵感がちゃんとしっかりあって、卵感あるし、うん、そう、爽やかな酸味があって、うん、引き締まりますね。きつくないですよね。そう、さっぱりしてる酸味で、今回も盛りだくさんすごい楽しんでますよね。完食。完食。お腹いっぱい。食べた、これは。いやー、食べましたね。最高でした。美味しかったけど、結構もうボリューミーで、ボリューミーです。もう半分になっちゃったかなと。かなり食べましたね。はい、食べますけどね。まあ、今回もね、はい、せっかくなんでワッキーさんに、はい、なんでブリシャスだったかちょっと発表していただこうと思います。はい、それではワッキーさんお願いします。はい。本当にもう老舗中の老舗で、荷が重いんですけれども。旧デブリシャスで、おお、旧デブいただきました。そうですね、やっぱりもう味はもちろんさることながら、はい、やっぱあの雰囲気といい、あとね、はい、お店の方のこう接客サービスもね、確かにね、ちょっと僕はポイントに入れさせていただきました。すごい良かったですね、はい、あのモリモリな洋食弁当いろいろ入ってましたけど、はい、ワッキーさん的にあの中で、はい、特にお気に入りだったやつは、ビーフシチューのやっぱりあのお肉がトロトロ、もうたまらなかったですね。ホロホロで、あのソースのコクがすごくあってね、ご飯が止まりませんでした。そんなようにね、皆さんも気になったね、ものがあれば、それだけね、また僕のようにアラカルトで追加したみたいなね、ワンパクでもいいかなと思いますので、飲んでましたもんね。そのわけで、はい、もう僕らはね、2軒続けて食べましたけれども、はい、はしご飯、やっぱり3軒あってこそのはしご飯なんで、はい、と最後、デザートは次の回でね、はい、ぜひ皆さんご覧いただけたらと思います。そうですね。それではまた、デブはナイスデー。バッキー TV も見てね。